どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで2019OB 第1弾がついにやってきましたね。というわけで今回はこちらの OB セレクションをまずは30連引いていきましょう。そしてですね、ただいまチャンネル登録&高評価で iTunes コードもしくは Google プレイコード1万円分が当たるプレゼント企画を行っております。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価していってください。ちなみにですね、先月先々月と超たまたま2ヶ月連続同じ方が当選されてですね、まあ、今までこの辺のルールは作ってなかったんですが、まあ、ちょっとさすがに今後はですね、まあ、僕も確認できてなかったっていうのはあるんですが、まあ、2ヶ月連続同じ方っていうのはないようにやっていきたいなと思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、 OB ついにやってきましたね。もう2019シリーズ2というか、まあ、シリーズ2に関してはやはり OB が非常に大切になってくるということで、まずはこの第1弾いい引きができるといいなと思います。というわけでまずはラインナップを確認していきましょう。はい、まず西武が石毛さんですね。はい、ミート A81 のミート型になっております。パワーも78ということで称号で A を十分に狙えるので非常に素晴らしい能力だなと思います。まあ、走力ももちろん高くて、もうショートとしては最高の打撃能力を持っているかなというところですね。まあ、坂本選手を持っていない方なんかはぜひともこの石毛選手いいんじゃないでしょうか。はい、で続きまして、ダイエー、まあ、ソフトバンクが吉永選手ですね。はい、ミート78パワー79の、パワー型になっております。まあ、ここに関してもミートパワーともに A 越えを狙いますし、まあ、同値も狙えるということで非常に使いやすいんじゃないかなと思います。ただファーストの守備能力は低いので、まあ、そこには、注意かなと思います。むしろキャッチャー適性の方が高いというところを覚えておきましょう。で続きまして、日ハムが稲葉さんですね。はい、今侍ジャパンの監督としても、活躍されております、稲葉さんでございますと、ミート A82 のミート型ですね。もう OB ではこの稲葉さんというのは本当にもう毎年恒例といった選手になっているのではないでしょうか。はい、稲葉さんはミート型でミートが A でライト適性も非常に高いと、もう守備能力ね非常に高い選手でございます。でレフトセンターでも十分に使えますので、まあ、そういったところでもいいかなと思います。まあ、唯一ラインドライブという弾道のみ気になるというところでしょうか。はい、で続きましてオリックスが今井さんですね。はい、9A80 制球74、スタミナ82のスタミナ型になっております。この今井投手のいいところはもうなんといっても球威とスタミナが A を超えていると、両方 A を超えているというところだと思います。まあ、そこのダブルコンボっていうのをね全然十分狙える範囲ですので、はい、僕はまあ大谷選手も先日引き当てることができましたし、変化球もそうだな、大谷選手、菅野投手、山本由伸投手と、まあ、多い投手も多いので、まあ、狙っていってもいいかもしれませんね。ただ OB に関してはやっぱり僕ももうリリースからずっと長年やっているので、こう今まで極めて使ってきた選手をなるべく狙っていきたいというところもあるので、まあ、その辺の兼ね合いになってくるかなと思います。で続きましてロッテが来ました小林選手でございます。制球 A85 の制球型ですね。こちらも 9A 超えていますと、はい、ただ9型にはできないというところは気をつけておきましょう。適正も抑え適正のみですので、もう抑えピッチャーなんかすごい守護神がいるっていう方は、そこは気をつけておきたいというところですね。はい、で続きまして楽天が、小倉投手でございます。制球 A83 の制球型でございますと、中継ぎと抑え適性が両方 S、そして変化球の数が非常に多いというところが特徴だと思います。まあ、OB のピッチャーは、まあ、どうしても現代のピッチャーがなかなか出てこないというところで変化球の数が少なめなので、まあ、そういった中では非常にいいんじゃないかなと思います。はい、で続いて、セ・リーグに移りましてカープが来ました鉄人金本選手でございます。ミート A81 のミート型ですね。パワーも A80 ということで、もともと A を超えていて同値も狙える、そして、おそらくトリプルスリーを達成した時の能力だと思いますので、走力も79ということでこちらも A が狙える、まあ、いわゆるトリプル A ですね。はい、まあ、いろいろね歌手の方で問題もありましたが、まあ、トリプル A というところではあります。はい、まあ、山田哲人選手であったり柳田選手、そういったところと肩を並べる、もうトリプルスリーの選手だなというところですね。はい、で続きましてヤクルトが石井和久さんでございます。 9A82 の9位型ですね。この石井和久さんに関しましてもスタミナ A を狙えて、まあ、そこのコンボにつながってくるかなと思います。中継ぎ適性は E となっているので気をつけましょう。はい、
球種3つっていうのはちょっとねなかなか厳しいところはあるんですけれども、でもまあ今年は現役選手の変化球の数が多いピッチャー、特に優秀なピッチャーが多いなという印象なので、まあ1人ぐらいいてもね超変幻自在なんとかなるんじゃないかなとは個人的に思っています。はい、で続きまして来ましたジャイアンツが高橋由伸選手でございます。ミートパワー同値の81ということで、いや素晴らしい、非常に素晴らしい能力ですね。はい、いやー同値で弾道もアーティスト、いやそしてライトの守備ももちろんめちゃめちゃうまいと、これは2019シリーズ2最強ライトという形におそらくなるんじゃないかなと思います。はい、由伸選手に関しては今思うとジャイアンツで監督をやっていた時におそらく TS では出ているんですけど、僕はですね使ったことがなくて A ランクも持ってないんですよね。ただここをさすがにガチャで出れば S ランク限界突破コーチ使おうと思います。もうそれくらいの能力だと思います。アーティスト同値守備までうまい、100点。はい、で続きまして DeNA が進藤さんでございます。パワー70のパワー型ですね。はい、まあ守備がうまいという選手がございます。ショートでも限界突破なしで使うことができますので、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。はい、で続きまして中日が落合選手でございます。はい、こちらもアーティストミート A83 パワー A82 のミート型となっております。まあそうですね、金本選手や高橋由伸選手が出たところで、まあ石毛さんもそうですね、もう十分こう第1弾として豪華な選手が出ているので、そこにまさか落合さんまで出るとはちょっとみんな予想できなかったんじゃないかなと思います。はい、まあ、落合さんが出るなら逆に金本選手とかね高橋由伸選手出なくてもよかったのかなと思うんですが、なんか今年は TS もそうでしたし第1弾から豪華だなという印象ですね。はい、うん、落合さんもちなみに個人的には、使ったことがなくて、A ランク S ランク持ってないんですが、まあ落合選手に関しても弾道アーティストのどっちも狙えるし、もともと英語なのでここも限界突破コーチ、使ってもいいレベルなのかなと思っています。はい、でラスト、阪神が城島選手でございますと、落合選手で豪華な選手は終わりかと思いきや最後にまだ城島選手がやってくるというね、この第1弾超豪華な感じになっております。はい、ミート79パワー A80 のパワー型になっております。僕は城島選手ずっと OB のキャッチャーで使ってきていたので、今回の一番の狙いはこの城島選手でございます。ちょっとですね最近本当にずっと家にいなくてランキングどれくらい走れるかわからないんですが、まあ、頑張って今回はランキングも走りたいと思っていて、今回ガチャで引けなかったらこの城島選手をぜひ、狙いたいなと思っています。まあどっちも狙えるというところで非常に魅力的ですし、まあどっち狙えなくてもミートパワー英語へのキャッチャーと、しかも守備適性も B 肩も強いというところで、はい、まあもちろん森友哉選手っていうね強打のキャッチャーが現役にもいますが、まあまだ城島選手というところはね素晴らしいというところで、はい、なかなかこう森選手を持っても打撃能力で超えられないというね伝説の捕手なのかなと思っています。このメジャーから帰ってきて1年目の成績、改めてキャッチャーとして素晴らしい成績ですね。はい、そんな感じでございまして、まあとにかく城島さんが僕は一番欲しいんですけど、それにしてもね個人的に限界突破は進められないと言っても、まあイベントで A ランク多少は拾えますし、はい、このあたりっていうのはかなり魅力的かなと思っています。ということでいきましょう。今回は自チーム確定とかは特にないですと、あ、じゃあ今回ターニングポイントか、なるほど、あ、今回あれじゃないのか、あのネットスタジアムとかだとね個人的には走りやすくて、まあレベル上げにもなって、今ちょうどもうトップ 1.5 倍を待ってとりあえずレベルマックスに全部しておこうかなというタイミングなので、ちょっとここらでまた育成にガツンと、まあ、僕はねもう昔からご存知のとおり一気に育成するタイプなので、そろそろ一気に育成するタイミングだなというところなんですが、なるほど、ターニングポイントか。じゃあなるべくここで城島さんを手に入れておきたい。で次回のネットスタジアムとかの時に一気にレベルを上げたいというところはあります。いきましょう。さあで今回ラストにあのプレゼントスカウトもね今回来ているのでいきましょう。いやーこれ城島選手ここで手に入ったらマジ最高なんだけどな。でイベントのその A ランクでもう称号をつけると、まあ、もしくは最後まで取っておいて最後契約書で吉野の選手とか引ければそっちに限界突破要因として使ってもいいですし、はい、称号はつけたいですね、もともと同値じゃないので。いやー OB はほんと大切、頼むよ、12分の1頼む。
まあ、広い面で見ると12分の4、3分の1、33.3333%。これは十分引けるんじゃないでしょうか。さっき言った4人、確率的には結構あるよ。行きましょう。外国人 OB で結構、エサランク意外突破工事使うので、そこね。さあ、丸選手の A ランクナイス。頼む、マジで頼む、来い。ということで、石井和久選手ですね。石井和久さんも使ったことないな。はい。ここはオーダーには入ってこないかなというところにはなりました。いやー、どうしようかな、城島選手な。まあ、古田さんがね、結局出てくれば古田さんにキャッチャーはなるので、まあそこのね、僕の中では考えっていうのもあるので、まあエナジーとか限界突破コーチを、まあ次の第2、第2項に置いとくっていう作戦もありますし、ちょっとそこは考えたいなと思います。はい、ということで、ここ行こう、15周年記念。まあでも本当に、キャッチャー枠でね、これだけ打ちやすい選手もなかなかいないので、城島選手、はい、そこは素晴らしいですよね。さあ、サクッと引いていくものでもないんですが、これどうですかね。もうなんかこれが当たり前になってきているのが神運だなということで、さあ千賀投手の A ランクだけでもう十分嬉しいですね。はい、おお、大瀬良大地選手ですが、シリーズ1ですね。いや、シリーズ1の時に欲しかった。ずっとシリーズ1の時に能力が素晴らしすぎるって言ってね、狙っていた選手なんですが、まあ出ず、ここで出たという結果になりました。はい、そんな感じでございました。いやー、いいっすね、OB。いやー、ちょっとこれ第1弾がこんだけ豪華だと、第2弾以降もかなり期待できるかなと思います。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。